皆さんこんにちは。こんにちは。お、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ご来場誠にありがとうございます。烏野高等学校教員の武田一徹です。担当教科は現代文、バレーボール部顧問をしております。以後お見知りおきよ。ありがとうございます。心にもない拍手をありがとうございます。今からですね、文化祭の催し物が始まるわけですけども、生徒の皆さんには、生徒の皆さんですよ、皆さんね、生徒の皆さんには3つのお願いがありまして参上しました。まず1つ目、死後は現金です。もうね、当たり前ですね。2つ目、携帯電話。もう携帯電話、皆さん学校にあれほど持ってくるな持ってくるなと言ってるのに、なんで持ってくるんですか。持ってきてる意味が分かりません。もう持ってきてるのは知ってます。せめて電源をオフにしてください。バイブもダメですよ。お願いしますね。そして3つ目、最後です。楽しむこと、これが一番大事です。皆さんはこれから期末テストがあり、夏休みが待っています。学生の本分というものは、目の前のことに一つ一つまっすぐに向き合うことでございます。ガンジーが言っています。あのガンジーです。あのガンジーが言っています。とてもいいことを言っています。速度を上げるだけが人生ではない。素晴らしい。ガンジーすごい。皆さんもガンジーの言うように、お若いからといって焦らずに、一つ一つしっかりと生きていってほしいと思います。先生がガンジーのことを知ったのは小学生の時、教科書でした。初めて見た時、なんか特徴的な顔をしている人だなと思いました。歯がなくて、鼻が丸くて、髪の毛もなくてね、耳が大きくて、なんか特徴的な顔をしている人だなと思いました。先生のガンジーに対する感想は以上です。皆さん、ガンジーは好きですか。なんか綺麗なお姉さんは好きですかみたいに言っちゃいましたけどね。勅使河原さん、勅使河原さん、ガンジーはお好きですか。なんかって感じでね。あ、そうですか。それではそろそろ始めたいと思います。ごゆっくりご鑑賞ください。武田一徹でした。暗い夜だな。月もない。やあバーナード、それで例のものは今夜も現れたかい。例のもの、亡くなった王そっくりの亡霊だ。バカな、そんなもんが出るもんか。それが出たのだ。あ、誰だそこにいるのは。お兄ちゃんどうしようか。なんだ馬か。変な馬だ。メンタル弱そうな馬だ。おい村人たち、何か用か。こいつが言うこと聞かないもんで、ごめんなさい。お兄ちゃん待って。しかしハムレットは遅いな。おお超ビビった。うわあ、あすこあすこ。出た。消えてしまった。今のは亡くなった王様、今夜目にしたことは一部始終、王子ハムレットにお伝えしようではないか。そうだな。見ろ、月も出てきた。あれ、おい、え、お前ちょっと早くしろ。見ろ、月も出てきた。我々の見張りもお開きとしよう。そして翌朝、オフィーリア。今日も清らかな水のように美しい。おお、クローディアス陛下、もったいないお言葉ありがとうございます。姿ずるいで。ハ
ムレットの乱心の原因がそなたの美しさにあればよいのだが、実はそれとなくハムレットをここへ呼んであるのだ。偶然にもフィリア、そなたと出会うという密かな筋書きなのだが、これでハムレットが正気に戻ってくれれば何も言うことはない。さあその辺を歩いていなさい。私は隠れているとしよう。進むべきか、とどまるべきか、それが問題だ。彼女が欲しい。ラム酒でも飲むべ。どちらが立派な生き方か。気まぐれな運命の矢にじっと耐えるのと、あそこ怒涛のように打ち寄せる苦難に立ち向かい、あそこに悪い人いますよ。勇敢に戦って果てるの。痛いっすよ。おい、ひなた、あの死ぬとは眠ること。こんなのは一番悪い人隠れてました。お前何やってんだ。この村人 B が成敗してくれるわ。誰か村人 B、 ひなたを止めろ。早く、マキアンさんじゃなくて、オフィリア様。元気ないな。ほら、村人 B が王様を倒すんじゃない。ハムレット捕まえろ。はい、おい、どうすんだよ。いけ。あ、そうだ、あれ撃てるぞ。おい、てめえ何やってんだ。話せ話せよ。どうして、ひなた、もうせっかくの舞台をむちゃくちゃにして何やってんの。つーかさ、なんで俺クローディアスなの。最低な役じゃん。いいじゃないか、俺なんか亡霊だぞ。俺なんか馬だぞ。誰これ配役決めた人。え、ああ、開いた。まあいいじゃないですか。それよりも舞台を続けないと。ショーマストゴーオン。あ、じゃあ今度は俺がハムレットやっていいですか。てめえ、ハムレットすんじゃねえよ。俺は自分で戦える強さが欲しい。てめえのわがままでチームのバランスが崩れちゃうのか。なんだとこら。お前やめろって。お前ら、アビ教官。おい、これって配給だよな。先生、早く幕を下ろせ。ハムレット、ハムだ、もっと急いで。ちょっと、もう、全国の舞台ゲイアコスター魚社商店行かない？甘いもん食べたい。いいよ、何買うの？え、砂糖。 It's sweetie。 さよなら、気をつけてね。あ、どうも、名大地。やってる。全員で東京行ってやれ。目座ってる。怖い。行こうぜ。
港に行く。そしてジジイを超える。いらっしゃいませ。お前らかよ。はい、これサービス。いけか。カラスの高校に入学して2月が過ぎた。学校は楽しいし、友達もできた。でも少し心残りなのが、きいった。ごめんなさい。帰宅部なこと。でもお母さんのことを考えると、でも何がしたいのかわからない。おーい、あ、みんなどうした。すげえ美人来た。どこどこ。くる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 。ほんとだー。ねえ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 、あれ清水先輩。ほんとだ。あ、今度は日向。はぁ、なんでこんなところに清水先輩。さあ、気になるんだったら行ってくれば。ツッキーは行かない。コートの外では日向には会いたくない。牛乳買ってくる。あ、ちょっと待って、俺も行く。俺も行くから。月島、待って。人の教室に勝手に入ってこないで。うん、このクラスにさ、どの部活にも入ってない子っている。は
誰かいたっけ。清水先輩が1年生で女子マネージャー探してんだって。あのすいません、通ります、失礼します。はっ、美人3年生か。美人、口元のほくろがセクシー、髪ツヤサラ、こういう人が学芸会とかでヒロインに選ばれるんだろうな。オフィリアとか。それに比べて私は。やつさんって帰宅部じゃなかった？これ。え、そうなの？あのちょっといい？こんにちは。私たちね、男子バレーボール部なんだけど、もしよかったら見学だけでもね。はい、本当ありがとう。どういたしまして。じゃあまた。チャイム。ありがとう。山口ありがとね。あ、はい。おい、おい、早く教室戻れよ。はっ。うわ、俺たちは優劣を決める試合で負けた。政治は強かった。俺たちはそれに劣った。それは現時点での結果で事実だ。強くなるしかねえ。はい、次の目標はもう分かってると思うが、春高だ。高校バレーの大会ではインターハイと並んででかい大会だ。3年にとっては文字通り最後の戦いだな。もうあんな思いはしたくないな。ああ、やるしかない。さあやりましょう。朝日さん、ハルコはカラスノが一度だけ行った舞台だ。東京オレンジコートもう一度あそこへ行くぞ。シェーイ。よーし、練習練習、声出してけ。みんな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 。おわららら、ちょっと先生大丈夫か。鼻血出てます。先生行きますよね。先生ってどこへ。東京。東京ってもしかして猫間ですか。あのセットアップまた間近で見られるのか。ミスト、なんかおかんが風邪ひいたかな。おい、大会前だぞ、しっかりしろよ。これが守りか。確かに今日ちょっと寒い。いや、ヤクさんもほらシティーボーイ連合に殴り込むぜ。熱い、熱いですよ。なんだ、うるせえ。浮いてる。田中さん、シティーボーイ連合って。今度は絶対ぶち抜いてやる。おい、天馬行くぞ。では、東京遠征へのみんなの意思は。もちろん行きます。東京だったら東京って何があったら。東京バナナ、バナナ、メロンがいい、メロン。でもその前に、東京はもうバナナしかない。期末テストあるの。わかるよね。わかるよね。お前ら予想ついてるかもしれないけど、赤点で補習になる教科がある場合、補習を優先させるためそのものは遠征には参加できない。縁の下捕まるわ。お前ら、あれ帰ってこい。あの、はい、赤点って何点からですか。嘘、そっから影は長生きしてません。コーチ、コーチ、あー、学生である以上本業が大事なんだ、言うまでもない。そんな根性だ。いいか、気持ちが大事だ。精神の日向、多分そこまで考え込まなくても大丈夫だと思うよ。そうだ、なんとかなるって。俺高校入ってから小テスト2桁以上取ったことないですけど、なんとかなりますか。おい、お前ら
その菩薩道やめろ。諦めるんじゃない。鍵をマラソン制しません。阿弥教官。ちょっといいかな。新しいマネージャーとして見学に来た。新しい無理じゃん。いや、八千ひとかです。おー、すげー。君、1年生、うん、あ、1年国組であります。そっか、怯えてるだろ、さっきお前。これからよろしくな。まだ決めたわけじゃなくて、今日は見学だから。清水、新しいマネージャー誘ってくれたのか。いや、4月にあった会員は全然足りなかったなと思って、これからカラスノが強くなるためにマネの仕事も引き継がなきゃ。ふっ、誰やろ。バカだよ。よし、アルコーも頑張るぞ。東京遠征もみんなで行くぞ。期末テストも頑張るぞ。おー、はい、おい、男子バレー部マネージャーは人か。勉強中。あ、うん、今開ける。これからもう一回クライアントのところに打ち合わせに行ってくるから遅くなるわ。うん、悪いんだけど洗い物お願いしてもいい？うん、分かった。じゃ、あのね、お母さん、私男子バレー部のマネージャーに誘われたんだ。バレー？カラスノのバレー部って前は全国にも行ったところじゃなかった？強豪なんでしょ？そう、最近また強くなってて。あんたバレーなんてわかるの？それはこれから勉強して。なんでもいいけど、本気でやってる人の中に入って中途半端やるのは一番失礼なことだからね。ごめんなさい。謝ることじゃないけど。じゃ、お願いね。いってらっしゃい。トイロク、次の括弧に当てはまる語句を入れ、ことわざを完成させなさい。無慈悲なものにも時に慈悲の心から涙を流すことがあるという意味のことわざ。鬼の目にも。鬼？あ、かーな、おう、はい。うわーな、どけどけどけ。うわー、おい、うわー、痛い。ナイス待って、ナイス待って。お前鬼にひどいんじゃないか。頼むよ。え、違った？ちげえよ。ごめんな。鬼って見て問題もよく読まないでガーって書いちゃったんでしょ。ほんと単細胞。なんだよ。そうだ、お前はそそっかしいんだよ。もうちょっと落ち着け。一言余計な。影山も人のこと言えないんだけど、全体的に日向よりできてないんじゃないの？これ以上付き合ってらんないよ。おい、月島。おい、あ、教えろこら。それが人に教えを請う人間の姿ですか。さあ、今日はもう店じまい。はい、閉店ガラガラ。帰って帰って。はい、あ、教えろよ。ケツつきしまい、ケツしまい。怒られるよ。何聞いてんだよ。あ、和田俊介。おお、おお、あ、やつだ。あ、バレー部の。お、誰だっけ。一度聞いた人の名前も覚えられないなんて。私は人間失格、社会不適合者。失業して路頭に迷い、臓器売買。あのさ、え、死んだ。なわけねえだろ、やつさん。はい。あ、俺は1組の日向翔陽、これ影山。ジョス。やつさん勉強好き？まあ。お、あ、じゃあ、これ教えてください。影山頼めよ。教えてください。あ、え、あ、期末テストで赤点取ると遠征に行けなくなっちゃうんだよ。だからメガネのっぽの月島に勉強教えてもらってたんだけど、俺と影山がバカすぎてさ、あいつケチ島になったんだよ。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと。私でよければ。本当？おい影山、俺あざっ。なんでお前が言うんだよ。あ、お前お礼とかしねえだろ。あ、
おお、やつさんのノートすげえ、絵も超うまい。お母さんがデザインの会社やっててね、昔から何かとレイアウトとか色の組み合わせとかうるさくて。へえ、レイアウトって何？知らねえよ。ああ、ここの空間開けておいた方が後から書き込めていいよ。それとここ、待って、ごめんなさい、人のノートに勝手に。おお、なるほど、さすが。ひなたくんは？ひなたでいいよ。ひなたは勉強嫌い？嫌い、ずっと座ってるのだけでもうきつい。でも頑張るのはその遠征に行くため？そう、東京に猫場高校っていうのがあって、そこのセッターがすっげー賢くて、あと土坂頭の首相が、なんかでかくて悪そうで、こんな感じのやつ。待て、レシーブもすごくて何言ってもビャッて拾うんだよ。猫間のリベロすげえよな、西内さんに匹敵する。セッター、トサカ、リベロ、ポジションかな。すげえやついっぱいいんの。県内にも正常の大王様とか、190センチの鉄壁ブロックとか。190センチ？みんな俺のライバル。ライバル？あ、ひなたはマネージャーじゃないの？おい。バレーってでかい人がやるもんだと。俺一応レギュラーなんだかな。なんてこった、人を見た目で判断するなんて。ごめんなさい、もう地面に埋まってお詫びします。え、いや、いいよ、慣れてるし。それにでかくなくても俺は止める。じゃあひなたは小さな巨人だね。え、やつは小さな巨人知ってんの？昔カラスノに小さな巨人っていうのがいて、俺それに憧れて。カラスノ、はい、これ映さなくていいの？お、やれ。みんなでかくて強そうなんだ。でもそういうやつらと試合してると戦ってるってわかる。ワクワクする、ゾクゾクするんだ。すごいな、私とは違うな。お、時間だ、やつさん、また勉強教えてくれる？うん。おお、ありがとう、ありがとう、やつさん。いいよ、いいよ、デイ。じゃ、また部活でな。あざした、デイ。クソメガネ。はあ、うわ。はっ、なんだろう、これ直射日光浴び続けた気分。ノリオは目の前のコーヒーをまっすぐに見つめているだけだった。私は何も言えないまま外の雑踏を見ていた。でも去らなければならないのだ。さようならと私はうつむいていった。ノリオは立ち上がり、快活に、元気でねと言った気に、その場を動くことはできなかった。問題。ノリオの矛盾した2つの気持ちを最もよく表している一文を文中から抜き出しなさい。矛盾ってなんだよ、矛盾、矛盾、ピポー、もっと男らしく生きろ、ノリオ。文中から抜き出せって書いてあんじゃん。問題もノリオも無視すんなよ。おやっさん、滑稽ぜ。だろ、かっこよくないから。完璧。どこがだよ。パンパンパン。暗記ならいけるだろ、西野や。漢字とか四字熟語とか。四字熟語任せろ。それテストに出るやつじゃないから。え、じゃあこれは新し、新し、新し、し、わかんねえ。なあ、これどういうこと。じゃあこれ飛ばして、飛ばして、飛ばして。これはこれ四字熟語、飛行意味はきっと字が熟してんだな。次の説明、そういうことだろ。深い言葉を、おい、なんだよこれ、やめようぜこの問題。世界的な問題をやめよう。この問題やめよう。やめよう。じゃないから。あんたら勉強してんの？ちょ、大丈夫？大丈夫ってなんだよ。姉さん、ジェス。おー、ゆう、今日もかっこいいね。また。お邪魔してます。どうぞどうぞ。ドラ、姉ちゃんが教えてやろうか。脳みその出来は同じなんだから無駄だろ。おい。え、現役女子大生なんねんだよ。お前バイトと和太鼓しかしてねえじゃねえかよ。ダダン、姉さん、いや、や
っこいいじゃん。アザン。そうですよね。やめ、誰だよ。力だよ姉ちゃん。頼むぜ。後で泣きついても死んないからな。ブー。俺は負けないぞ。小テスト初めて2桁以上取れたよ。本当、うん、イエーイ。日向のコミュニケーション能力の高さ相変わらずすげえな。ああ猫魔のセッターとも最初から知り合いだったよな。ああ12点で喜ぶなんて2桁。じゃあ今日は練習見学だね。緊張しなくていいからね。シャッチ流れ玉には気をつけてね。流れ玉、やべ着替えないと。来たな。体育館で着替えるな。ごめん慣れてね。まったく朝日さん、頭かっけーっすね。ひもあーこれヘアバンドね。いや西根屋に言われるとちょっと自信つくな。あれ朝日さん、イメチェンすか。いやいやいや、実は清水がさ、あずまね、いつもぴっちり結びで将来ハゲそうでさ、俺も気をつけなきゃな。もうハゲてますやん。ボーズだよ。田中さん、田中さん、裸で練習するんですか。いや、ちょっと3年からやめたんだよ。はい、集合。うごろし、確かにカラスだしね。でも、試合になると結構息が上がる。よし、2チームに分かれて試合形式だ。ひなた、2チームに試合形式だ。2チームに分かれて試合形式だ。いやいや、ごめんごめん、集中だ。シャーナイスさーじゃないぞ、抜けせーのっせーほらほらほらくるぞマスロケせーのっせーのっせーストーブスイッチはいフランカーはいナイスさーほらにやったさーでもトップクラスだと思うよ。はい、来い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 。すごい音だよね。でもパワー型2人に気を取られてるとね、小さいカラスを見失う。俺は飛べる。本当に飛んだ。さあ日向大好き。まだもっと高い打点で打てる。ああ、でもまだ満足してない。よーし、もう一本かかってくぜ。向井君、ちょっといいですか。ひとかちゃん、ドリンクの粉末取ってきてもらってもいいかな。はい、入ってすぐ右側に箱があるんだけど。入ってすぐ右側ですね。わかりました、お願い。どうした先生、難しい顔して。それがですね、東京遠征の際に借りる予定だった学校のバスが
どうやら他の部にかぶってしまったようで借りられそうにないんです。予定より費用がかさみそうでどうしたものかと。うん、俺ももうちょい OB とかに当たってみるわ。今後もぶつかる問題だろうし。すいません。僕もいろいろと当たってみます。まあ、いざとなったら貯金があるんで。その手やめろ。81,900円。いや少な。ゲッツァ、マネージャーやる？あ、やね。まだ何とも言えないっていうか、そのごめんなさい。え、なんで謝んの？ヤツさんってすぐごめんなさいって言うよね。ヘイ一年ガール、君ぜひバレー部に入ってくれたまえ。君がいるとキヨコさんがよく喋る。そんな関与があるか、えバカ。うわあ、ごめんねバカでね、まったく。ああ、いえ、あ、ね、その嬉しいです。お、私今まで自分から進んで何かやったりとか、逆に何かに必要とされたりすることってなかったんで。あ、学芸会とかでも絶対その他大勢の一人なんです、村人 B とか。だからバレエの知識も経験もない村人 B の私を清水先輩があんなに一生懸命誘ってくれてすごく嬉しかったんです。お、じゃあ、そんじゃさ、あ、でもこんなにすごい部で私なんかは足手まといに。そういえば俺もやったことあるよ、村人 B。 んで、主役より目立とうとして怒られた。村人 B。 ああ、バカにすんなよ。村人 B にはな、村人 B のかっこよさがあんだよ。そういうお前は何やったんですか。月とか。その役必要。かっけー、かっけーよ。俺は馬とかやったな。え、馬変な馬だ。変な馬、そんな馬だ。別にいいだろ。それは今のクイズ。一つ聞いてもいいかな。お、遠征のための勉強も本番じゃない練習もどうしてそんなに頑張れるのかなって。あ、強くなって勝ちたいから。きっといろいろ理由があるんだね。え、勝ちたい理由？うん、負けたくないことに理由っている？おい、お前らダラダラしないで早く家帰って飯食って寝ろ。はい、ウソくんの話帰るぞ。あの、ひなたさん。うん、ひなた、ちょっといいっすか。いいっすよ。おざす。うん、え、じゃあお母さんに言われたから迷ってんの？うん、でもやつさんはやりたいんでしょ。うん、じゃあさ、ん、ひなガラスだ、巣から落っこちてきちゃったのかな。あ、大丈夫？あ、あったあったよっ。一生懸命飛ぼうとしたのかな。すげえ。え？広い。ああ、やつさんもう登る？あ、私はいいや。じゃあさ、言えば。え？やつさんちってどっち？駅の反対側。ごめんなさいって言うよね。村人 B も戦います。え、私バレー部のマネージャーやるから。
食べます。了解した。あっしゃいたえい、あっしゃいか。ひなたとあと影山くんにお願いがあるんだけど、バレー部のポスター作りたいから、スパイク打ってるとこ撮らせてもらえないかなって。いいよ、お願いします。いいよ。すげえ。ありがとうございます。これカラスの配給部のポスターで寄付金を募ってるんです。あら、あんたが言ってる高校生だよ。そうなんだ、じゃあ後輩だな。うるさいんだよ。ごめん、母ちゃん。少々お待ちください。あ、武田先生、なんかポスターを見たって人がバレー部の寄付金はどうすればいいかって言われます。ありがとうございます。おー、島田バス借りられたぞ。あとは運転手なんだけど。寄付金は出せないけど、それなら任しとけ。あ、行くぞ。小さな巨人再来。よし、バイト増やして寄付すっか。先輩、お疲れ様。お疲れ様。バイバイ。八木さんがバレー部のマネージャーとして正式入部ということなので、清水さん、お願いします。あ、お前まさか、はい、あれか、そっち向いちゃダメ、はい、バカなんか、かっこよく、かっこよく、せーの、ようこそカラスの高校配球部へ。よろしくお願いします。うわよし、東京遠征も頑張るぞ。あとは、さあ、あれはスカイツリー。いや、あれは普通の鉄塔だね。ちょっと気を取すわ。女子が二人になっとる。いたか、トラや。これがカラス殿、本気なのです。眩しい。ねえ、翔陽は？おい、一年セットはどうした？いや、それが実は補習です。頑張れよ。お前ちゃんと教えたのかよ。さあやろう。とか早く。どうすんだよこれ。さあ行くぞ。まいったな。いや、どうだろう。な。前来た時、猫間にあんなやついたっけ。あのずっとこっち見てるやつ。そう。いや、いなかったと思うけど。何してんだほら。早く行け。こっちだ。こっちだ。よし。お願いします。できたか。はい。よし。記念すべき東京遠征一発目の試合だ。気合い入れていくぞ。イエーイ。差し入れのあれ、イベリコ豚のローストバルサミコソースを添えて。いいですか。はい、ただいま。すみません、ありがとうございます。バルサミコおめで。人数分あるからな。いや、並ぶな。なんか言えよ。いいから、これ持ってけ。すみません、あざーす。あ、ただしごめん。オッケー、行ってこい。あざっす。あなあ、日向と影山、仮に星終わったとして、どうやって東京まで来るんだ。柵は打ってる。トラッタッタ巻き回し、トラッタ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 ッ。おい、お前ら、俺が救世主を呼んでやったぜ。あざっす。田中、弁当空っぽ。タブーだよ。赤点坊主ども、ノリナ、もしかして田中さんのお姉さんですか。サエコ姉さんと呼びな。東京までなんてあっという間に届けてやるよ。さ、サエコ姉さん、サエコ、行くぞ。
黒谷の大エースのこの俺がこの試合を見てやるぜ。恥ずかしいから自分で台をつけないでください。まったくだ、人の試合だよ。ボクサー黙って見てろって。おいおい、もっとテンション上げようぜ。先生、この高校は、ネコマ高校とよく練習試合をする福郎谷学園です。インターハイにも勝ち進んだ関東の強豪校だと聞いています。え、関東の強豪校、他に情報ないの？いてほら、そんなに思い詰めんなって。焦るのはわかるけどな、回り道には回り道にしか咲いてない花があんだからさ。おお、よくわかんないけどかっけえ。私の隣でドライブできてんだから赤点に感謝しろってこと。うっす。あ、聞いてんのか後ろ影山。あ、いいっていいって、寝かしときな。うわ、あ、寝た。あれ、シェー。あ、そういや翔陽はなんでバレー始めたの？あ、おー、小学生の時テレビで春子をやってて、ちょうどその時カラスノが試合やってて、そんで小さな巨人を見たとか。おー、やっぱ当たった。え、姉さん、小さな巨人知ってるっすか？あたしそいつ学校で見たことあるもん。でも喋ったこともないけどさ、おたまたま学校で練習試合やってんの見かけた時、そいつはどんなこわもての知り合いよりも怖かったよ。その時の調子が悪かったのか途中で交代させられてたんだ。睨まれた時のあの目、あいつはいわゆるエースってやつだったんだろ。はい。自分がエースであることの絶対的プライドと自信、そういうのが全身から立ち上ってんだ。危うく惚れるところだったわ。で、エースが活躍すれば同時に周りの連中はエースにおんぶに抱っこ状態になってたまるかーって奮い立つ。姉さん、小さな巨人に詳しいんすね。別に、たまたま何回か試合見ただけだし。つーか、起きたのかよ。腹減ったんで。本能の赴くままか。自分がエースであることの絶対的プライドと自信、あと少しだ。飛ばしよう。隠し持ってたのか。ムチみたいなスイング相当飛んでますね。ハイバーリエース、ネコマの一年だ。はい、高校に入ってからバレーを始めたらしい。マジか。負けんなよ、気合い入れてけ。頑張ってください。はい、すごい。カラスの、まあ弱くねえけど普通だよな。まあ、ネコマが苦戦したヤバい1年ってのがいるらしいんですけど、どれですかね。あのデカいのじゃない？いや、あのメガネくんなんか足りないんだよな。こうガッというか大シュッ。いや、大ガツンなのか。いや、ガツンは今度かい。何言ってるか全然わからん。ボクトさん、あっはいさー、確かに似てる。カモン。いや、主役は遅れて登場ってか。腹立つわ。翔陽。お、ケンマ、待たせたな。あ、なんかまるで宮本武蔵みたいだね。誰それ。知らないならいい。教えてくれ。おい、日向影山、すぐ行けるか。はい。えっ、もう無事でよかったぜ。当たり前だろ。よっ、最高でした。どうも。やめ、誰だよ。力だよ姉ちゃん。頼むよ。男だったら気にすんな。
あれが噂の変人コンビですか。ああ、油断するな。楽しみ、ぶち抜いてやりますよ。うるせえ、お前はまずはルールを覚えろ。何ですか。あいて、あ、ちょっと、恋黒人キャラ。ああ、1年のハイバリエフ、ロシア人と日本人のハーフだよ。ハーフ、うん、かっけえな。カラスの路地番、日本語。ああごめん、ロシア語なら俺喋れない。日本生まれ日本育ち。あ、そうなんだ。俺1年の日向翔よ、よろしく。ケンマさんから聞いてる。お、でも日向は近くで見ると余計に小さいな。うん、頭取れちゃう。さあ、うん、早くやろうぜ。頭取れる。目を閉じて撃ってる。BF 欲しいよ。次次チビちゃんやるね。面白くなりそうだ。すげえ、キュンの方の速攻いきなり触られた。すげえな日向、でも次は止める。俺は猫間のエースだからな。はあ、って言うと竹虎さんにすげえ怒られるけど。エースは俺だ、この野郎。懸命こらえっといや。でもリエフは俺と同じでミドルブロッカーだろ、センターだろ。エースってアサシさんみたいなウィングスパイカーのこと。ポジションの名前って関係ある。一番たくさん点をもぎ取ったやつがエースだろ。単純。俺が止める。その速攻確かにすごいけど、それで負けたんでしょ。前回の練習試合から猫間の速攻への対処に優れてるからな。それに加えてこの新入りミドルブロッカーのタッパープラス反応の速さがすげえ。おい、おい、おい、俺に起こせ。ため口すいません。そういうのいつもいいって言ってんじゃん。それよりブロードなんて突然困るよ。ぶっつけだったのか。でもできたじゃないですか、はい、やばい、なんだこれ。猫間リエフ強えな、強え。もっと強くなんなきゃ。全然勝てない。翔陽、それでいいの、今のままで。強さを手に入れるために求めるのは安定か、それとも進化か。一番たくさん点をもぎ取ったやつがエースだろ。単純。自分がエースであることの絶対的プライドと自信。自分の手で。そう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 、すいません、ついボールだけ見てて大丈夫でしたか。俺は
んだけどさ。日向大丈夫か。あ、俺はなんか。おい、気ぃつけろよお前。すいません。どうしたって翔陽が吹っ飛ぶからな。すいません。ちゃんと周り見ろボケ。何のための声がけだったぞ。ボケ、日向ボケ。見えてなかったんですかね。日向は完全に無意識だろうが、今アズマネのトスを奪おうとした。すいません。それはエースであることの絶対的な自信から来るもの。まるで似てるね、あいつ。え？昔カラスの似た小さな巨人。日向君が憧れたバレエを始めるきっかけになった人ですね。ああ。みんな、終わり方。一番、はい、勝ち手。大丈夫だ。そんで、はい、強いやつともっと戦いたい。あ、試合に戻れ。ここから。すいませんでした。リラックスしようよ、たかが練習試合。岸本。そんな向きにならなくていいでしょう。でも、俺まだ全然ダメなんだ。そんなの当たり前でしょ。当たり前だからこそ。俺はもっと変わりたい。翔陽。それでいいと思う。それがチームにとって基地か強化はわからない。でも変化を求めなきゃ進化もない。コートの花形であれ、英雄であれ、勝利を引き寄せるエースであれ、貪欲に自分こそが頂点であると、いえ、なあ影山。ああ、キュンの方の速攻、俺目つぶんのやめる。は、欲がヒナに進化をもたらす。は、今のままじゃダメだ。俺が打たせてもらう速攻じゃダメだ。それができなかったからやってんだろ。戦争戦のラスト、気づいたら負けてた。試合に戻れ。気づいたら打ったボールは俺の後ろで床に落ちてた。切れた試合中。俺が負けたのに影山に謝られるのなんて嫌だ。いい加減にしろ。俺は空中での最後の一瞬まで自分で戦いたい。切れた、後でやろうって。あのさ、つまりお前の意志は必要ない。お前ちょっと言い過ぎだぞ。戻れ。なんでだよ。おい、タイムタイム。みんな変わんねえだろ。話聞け。やりやがる。いい加減にしろ。おい、俺は自分で戦える強さが欲しい。てめえのわがままでチームのバランスが崩れるんだろ。やめろ。おい、ひなた落ち着けって。めちゃくちゃだな。アビ交換。よし、合宿ペナルティ行くぞ。よーい、ドン。遠征は最終日になり、結局うちは一勝もできなかった。昨日のことは誰も触れないまま、日向と影山くんは一言も話していない。お、雨。みんな急いで戻って、体冷やさないようにね。はい、はい、おい、風邪ひくなよ。戻るよ。はい。山本、リエフも傘差せ。ケンマ、なあ、この葉、あいつらめちゃくちゃだったな。本当だよ。試合中に喧嘩するか普通。確かにな。いや、カラスも面白えな。ダウ。え、なんで。ダハハハハハ。ボクトさん、赤字いただきます。はい、いただきます。いただきます。いっぱいあるからな、どんどん食え。はい、うん、ありがとうございます。メロン、スイカで。あ、そうかけない。雨全然止まないですね。
止まない雨はないよ。どっそおい。ダサいって言いました。師匠の俺に対してダサいとは何だお前。志村さん、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 塩いりますか。いやそれは邪道だわ。すいません。なえあののっぽ月島っていうの。えああうん。あいつもしかして兄ちゃんいね。いや知らねえな。あいつ自分のこと語るタイプじゃねえしな。私がカラスのいた頃、つまりダンバレが一番強かった時期ね。小さな巨人がいた頃。そう、その頃のバレー部に長身の月島ってやつがいた気がすんだよね。これは何か匂うな。お姉さん、ちょっと誰だっけ。縁の下です。なんか覚えづらい。覚えやすいです。ツッキー、この後サーブの練習しようと思うんだけど、よかったら一緒に行っと。僕風呂入って寝るから。あ、そっか。じゃあ、のさ。何。あ、いや、そのツッキーは自主練とかそういうのしないのかなと思って。練習なんて嫌ってほどやってんじゃん。何でもがむしゃらにやればいいってもんじゃないでしょう。そうだね。いや、鍵山、鍵山、お前これ見てみろよ。ごちそうさまでした。先自主練行きます。え、ありがとうございました。食ってねえじゃん。影山、ありがとうございました。え、あ、おい、なんかピリピリしてるね。ヘッチョ行ってくるべ。お願い。すごそう。なんだよ、浮かない顔して。どう思う。日向のことか。ああ、日向の言うことも影山の言うことも分かるな。サーブにレシーブ、やるべきことは山ほどある。春高予選までの時間は短い。それでも新たなことにチャレンジするか、安定した強さを磨くか。 To be or not to be、 that is the question。 先生、ハムレットっていうシェイクスピアの戯曲です。これはその有名なセリフなんです。 To be or not to be、 that is the question。 進むべきか、とどまるべきか、それが問題ってわけですね。影山、トス上げてくれよ。ああ、しかしいい案があるわけじゃない。正直新米コーチには荷が重いぜ。一度開いた幕はショーが終わるまでは下ろしてはいけない。ショーマストゴーオン。やつだ、ボール出ししてくれる。です。あざす。やれやれ、3ヶ月前にあんたに頼まれてここまで来ちまった。すいません。あ、いや、感謝してんだ。俺も成長しないとな。ケンシン。あ、お前ならできる。やかましいわ。アサヒ、大地、お前どう思う。ああ、日向と影山のことか。ああ、放っておけばいいと思う。それよりも俺は、俺たちは、俺たちにできること考えよう。ほら。あれ？おい！え？誰もいねえ！え？
やばいやばい。もう一回。おい、できるかわかんない攻撃を繰り返すより、今までのサーブとか攻撃とか他にやることあんだろうが。この速攻が通用しなきゃ俺はコートにいる意味がなくなる。正常戦でスパイカーの 100% の力を引き出すのがセッターだってちょっと分かった。あの速攻はお前の最大の武器だ。じゃあ、でもあの速攻にとってほんの少しのズレは致命的なズレになる。あの速攻にお前の意志は必要ない。なんでだよ。やってみなきゃわかんねえだろうが。ごめんね日向。影山は客観的な事実を言ってるんだと思うよ。待って、あの速攻は十分すごい。今はあの速攻をベースに他の攻撃を磨いていくのが俺もベストだと思う。でも俺がブロックに捕まらないと下げてやる。それじゃ俺は上手くなれないままだ。間に合うのか。春高の一条戦は来月すぐそこだ。その時に武器になるのは完成された速攻と現時点で全く使えない速攻どっちだよ。ああ、ねえ結構、はい、勝ちに必要なやつになら誰にだってトスを上げる。今も変わりねえからな。今のままじゃ勝てないんだ。影山今のままじゃもう上には通用しない。消えんだろ。やめろ。離せ。やってみなきゃ分かんねえだろ。何の村だって言ってた。もうやめて。中学の最初で最後の公式戦で影山にボロ負けしてさ、リベンジ誓って高校来たら本人いるし予想以上に性格悪いしでもう散々で、でも試合になるとあいつの考えてることが分かるっていうか、初めて友達じゃなくて相棒ができた気がしてたんだ。ごめん。俺ちょっと走ってくる。嘘ついたの？ねえ、嘘ついたの？兄ちゃんお帰り。今日の練習試合どうだった？おう、バッチリ。たくさんスパイク決めてきた。かっこいいじゃん。来週予選でしょ？応援に行くから。緊張するからいいよ。それよりお前はどうなんだ？少年団のチームは。レシーブ嫌いだ。最初思い通りいかねえだろ。ちょっとこっち来い。嘘ついたの？
ねえ、嘘ついたの？やっぱこっちは涼しいな。夏休みか。彼女が欲しい。そういや武田先生貯金が確か8万1900円つってたな。俺3万5000円。くそ、半分以下じゃねえかよ。いらっしゃい。コーチ、俺はどう練習すればいいですか？俺もずっと考えてるんだが、そもそも見たことねえ変人速攻をさらにパワーアップできるものなのか。自分で戦いたいって言っても変人速攻はほんの一瞬勝負。あの一瞬を空中でどうこうしようってのも正直難しい話だと思うぜ。でも調子がいい時はスローモーションみたいに見えるんです。まあブロックがいつもより見えることあるよな。成城との練習試合ラストの一点、太陽様の及川さんの顔が見えました。目が見えました。ああ、そんな気がしたってことか。カラスの入って初めて速攻決めた時もネットの向こう側が見えました。てっぺんからの景色が見えました。だからそれはそんな気が、月島が右から来てて手がすぐそこまで迫ってて、キャプテンがレシーブに動こうとしてた。秀太、お前ちょっと行ってみるか。え、もしもし、俺だけど。今のカラスので安定してジャンプサーブが使えるのは影山ぐらい。俺のはまだ勝負どころで使えるほど安定しない。でもそんなんじゃまだ武器とは言えない。よし、朝日さん。おお、お、西野よ。ちょっといいっすか。ああ、いいよ。登場ついでにさらっと拾われた。俺のトス打ってもらっていいっすか。あ、いいよ。さあ、お願いします。え、ちょっと待って、西野がトス。正常のリベロがやってたじゃないですか。俺悔しくて。完璧と思える西野でさえまだ進化する。朝日さんのサーブ練習も手伝いますから。置いてかれるわけにはいかないな。え、朝日さん。いいよ、やろう。じゃあ、お願いします。おう。あ、そういえば大地たちは何してんだろう。We'll be right back.
のチームでは定番の攻撃だが、高校生で、それも宮城でやってるチームは少ないと思う。日向と影山だけが辛そうじゃないってところを見せつけてやんねえとな。できますかね。おい、やってやれねえことはね、うん、よし、もう一回見よう。はいはいはい。どこ何見てんの。いやらしいものでも見てたのか、みんなで。見てねえよ、もう。勝手に入ってくんなって。なこないだ話した月島ってやつの兄さん、やっぱりカラスのバレー部にいたわ。で、今も社会人バレーやってるって。そうなんすか。ってことは月島はお兄さんの影響でバレーを始めたってことですかね。そこまでは分かんないけど、もう少し詳しく調べてもらってもいいですか。了解した。ああ、それとくれぐれもこのことは月島本人にはバレないように。任せとけ。どういう関係？ツッキー、じゃあ俺こっち、島田さんとこサーブの練習行ってくる。わかった。じゃあ。ツッキー、何？バレーやめたりしないよね。はあ？うん、ごめん。やっぱ何でもない。じゃあまた明よっ、おかえり。ただいま。部活はどう？別になんとなくやってるだけだから。あ、いい、はい、惜しかったな。また見に行けたら。来なくていいよ。そしてよかった。ここら辺と。お、すいません。あ、コーチに言われてきま。こんにちは。孫の継親から聞いてる。孫？ああ。あなたは？もしかして。無名だったカラスの全国まで導いた名将、鵜飼って名前がもう有名だった。凶暴なカラス飼ってるっつった。田中さん。よろしくお願いします。安心しな、取って食いやしねえよ。俺は自分の力で戦いた。こっちだ。うっす。ゲッチ、はい、ゲッチ、ゲッチ、ゲッチ。俺の顔や。あ、ブーカット、ブーカット。あ、いいぜ。はい、左、時間差。あれ、見た。遅すぎる。はい、もう一回。左、時間。おい。わあ、中学生？え、中学生？なんかね、中学生って聞いたの。中学生。高校生だよ。ねえ。おい、チビスケ。で、お前は何を教えてほしい？ミドルブロッカーとして、空中戦では誰にも負けたくないんです。その身長でか。この身長だからこそです。これ、おかしなこと言ってるかもしれないけど。いやいや。昔お前みたいなやつがいたもんでな。あ、俺みたいな。いいか、たとえどんな天才セッターが相手だろうと、速攻という攻撃においての絶対的主導権はお前だ。よし、やってみるのがええな。お前の相手はこの子らだ。よろしくー。
近所の小学生だ。この子らが速攻打つからちびすけ、お前ちょっとブロックしてみろ。いやでもさすがに小学生よ。しーねえ知ってる、俺ねさっき覚えた技なんだ。やめろお前は。なんでさっきからこればっかりいじって。すまかっと俺の2位を。ああ準備しなさい。2位はいいから。ほら行くぞ、サードテンポ。はーい、サードテンポ。うわすっげージャンプ、レッドから顔出た。あらほら行くぞ。イエーイ。おいお前ら、お前ら、え、わしの声が聞こえんか。おい行くぞ。うるせえな。おい年上に向かって何を言っとんじゃお前。はい行くぞ、セカンドテンポ。さっきより早い。違う、でも追いつける。残念だったな。ほらほらまだ残っとるぞ。気にしねえことにした。行くぞ次。初走開始が早い。ファーストテンポ。ブロックできそうか。少なくとも一人じゃ無理だと思います。ああ今の3つのテンポ、スパイカーの打ち方に違いはあるか。ないと思う。あます。では何が違った。えよし、もう一回いくぞ。じゃあ次セカンドテンポ。ジロ、そこはわしのポジションじゃ。オーマイガー。オーマイ、そっかそっか。お前よくそんな言葉知っとるの。うわ追っかけてきた。怖いよ。怖い、怖い。むしろね、わしはお前が怖い。ほら行くぞ。何が見えてんだ。はい行くぞ、見とけ。はーい、はい、よっしゃ。助走開始のタイミング。そうだ、それがテンポだ。いいか、攻撃の速さは全てこのテンポで区分される。トスのボールのスピードが速いとか遅いとかじゃなく、スパイカーの助走開始のタイミングの違い、それの最も速いのが、はい、ファーストテンポだ。チーン。やめてちょ。敵のブロック回避に最も有効な攻撃で、おそらくお前が今まで無意識にやっていた攻撃だ。スパイカーの助走開始のタイミングが全て。1センチを1ミリを1秒早くてっぺんへ。でもそれだけじゃダメなんです。今まで俺が意思を持って動いていたのはてっぺんまでだったけど、これからはてっぺんでも戦いたいということか。はい。それにはお前の相棒にも改善が必要なわけだが、まあそれは謙信が何とかするだろうよ。影山はすげえやつだからきっと大丈夫です。だから俺も置いてかれないようにてっぺんでの戦い方教えてください。テンポ？テンポ？テンポ？テンポは大体分かったんですけど、止まるトスって何ですか？何ですか？何ですか？止まるトス、ようやく分かったんだ。お前の今までの変人速攻の時のトスはスパイカーの打点を通過するトスだ。でもそこを止めんだよ、スパイカーの打点付近で。はい、 いや分かってねえだろ。つまりスパイカーの最高打点イコールボールの最高到達点にするんだ。今までみたいに勢いよくそのまま通り過ぎるんじゃなく、スパイカーの打点付近で勢いを殺す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 。どうだ、できるか。やってみせます。バレバレだよ。はい、おこれ何？俺の鼻水。ためんなそんなもん。ちびすけ、ね、なんでちびすけじゃないんですけど。ちびすけいいか、お前はこれから速攻打ちまくる。ただしセッターはお前の相棒のような天才じゃないからな。小学生とでもファーストテンポだ。はい、
大変だなこれ。次お願いします。よし行け B。 行けどうだどうだどうだ。ああ惜しい惜しいな。頑張れ頑張れ。アッシャイパーロード来いよ来いよ来いよ。どうだどうだ。当たってそう当たったらさっきの方が全然良かったってよ。完璧だったもんな。 B 手のひらでボールを押し出すように今回はまるっと1週間長期合宿になります。春高予選前最初で最後の夏合宿です。夏合宿。そして今回の合宿には関東の強豪校である袋谷学園が参加します。へー。悔いのないようこのチャンスを貪り尽くしましょう。へー。次はお前たちか。よろしく。カラスの高校対福岡学園高校練習試合開始。目立てノーペナルティ連中、フクロウダニ相手にどう戦うかな。あ、俺もやってきたんだ。試合したいっす。人の試合を見るのも勉強だぞ。負けた方は例のペナルティっすよ。頑張れカラスノー。
また来てるな。あの大人暇なのかな。猫を圧倒する強豪、勝てるのか。やってやる。新しい速攻、新しい攻撃、新しい技、こいつらで試す。絶対に負けない。みんなリラックス。え、そんな怖い顔してちゃ勝てるもんも勝てないよ。完走こい。最後いやナイスアタレナイスキム。置いてくれ置いてくれ置いてくれ。変な速攻来るぞ、気をつけろ。おいおい、どうした鍵山、らしくねえな。おい、すんません。くそ、実戦は感覚が違う。びっくりしたか日向、わかるだろ、お前が一番。鍵山のトスが前とは全然違う。今度伸びすぎた。前までの日向なら合わない時点で慌ててたのに。日向ナイス。うるせえ。またトス落ちてきた。こいつ前と違う。へえ、どうした。前と違うのは日向と影山だけじゃないぞ。そう、俺の番は今だ。次です。待て、ベースヒザヤどーで。キレキレ力。あったった。カラスの奴ら今シンクロ攻撃しようとしてなかったか。まあ全然噛み合ってないけどね。スマッカバトルマン、俺に任せない。おい、あれディベードがバックゾーンからジャンプ飛す。ああおい、え、西野屋、西野屋、ボールここだぞ。西野屋、どこまで行くんだ。西野屋、聞こえてる。西野屋、先輩。おい、おい、西野屋。あれ、え、飛びすぎた。飛びすぎだろ。おいおい、お前ら大丈夫か。大丈夫だ。カラスだけあってさすがの雑食性だ。深い山の奥でも歌舞伎町のど真ん中でも食べれるものは全部食べる。自分よりも強いものは利用してしぶとく生き残る。そう、おそらくあれは驚くべきスピードで進化している途中。カラスもすごいね。あれさすが僕たち全国区のエース。エース。バイオン。はい、並べ並べ。いいか、今回のペナルティは爽やか裏山新緑坂道ダッシュだそうだ。やってやろうじゃないかい。じゃあ用意ゴー。うわ、きれい。ちゃんと待ってください。
ッキー大丈夫？大丈夫だから先行ってていいよ。わかった。メガネ君頑張って。月島です。いやー、メガネ君さ、読みはいいんだけど弱々しいんだよ。ブロックがこうガッと止めないと。ガッと。僕まだ若くて発展途上なんですよ。筋力も身長もまだまだこれからなんで。そんな悠長なこと言ってるとあのチビちゃんにいいとこ全部持ってかれちゃうんじゃねえの。同じポジションだろ。それは仕方ないんじゃないですかね。え、日向と僕じゃ元の才能が違いますから。失礼します。なんか地雷踏んだんじゃないですか、クロウさん。まあ、いいってこと。はい。たかが部活だろ、なんでそんな風にやるんだ。そんな風にやるから。後で苦しくなるんだろ。4番4番いいぞ。月島大好き。よかった。あら、また月島くん。さすがエースね。兄ちゃん、高校はどこにすんの。カラスの強豪だ。高校で絶対に全国に行く。ねえ、今ってポジションどこ。中学と同じ。そうだよ。じゃあエースだ。まあな。レンジョ、レンジョ。ひなた。あ、ひなたなら今の月になんて言う。あ、月島。うん、おう、何も言わねえ。だって月島はバレーボールやりてえのか分かんねえもん。やりたくないやつにやろうぜって言っても意味ねえだろ。ツッキーはバレーは嫌いじゃないはずなんだ。山口は。山口なら今の月島になんて言う。ウェーイ、山口だか。ベツベツ。なんでそんなヘロチンだよ。お前体鍛えないとダメなんだから。ガバン係な。ウェーイ。泣く、こいつすぐ泣くよ。おいなんだよあいつ、さっきはこっち見てるよ。でけえ、6年生じゃね。ちげえよ、3組の月島とかってやつだよ。何見てんだよ。かっこ悪い。何がだよ。おい、待て。何出せんだよ、メガネ。バーカー、バーカー。山口、明日カラスノの試合見に行くけど行く？兄貴高3だから県内の試合最後なんだよね。行く。アキテル君の試合初めてだ。月島の兄ちゃんもカラスノバレー部。うちもなんだけど。月島んちポジションは？ウィングスパイカー。あ、うちも。選手層は厚いから大変だよな。試合出られないなら強豪行くのも考えものだわ。ツッキーのお兄ちゃんは出てるよ。は？嘘。俺最近も試合見に行ったけどレギュラーに月島って名前の人いなかったよ。そんなわけないだろ。試合の様子とかいつも聞いてるし、勘違いじゃないの。見ればわかるだろ。ああ、行けばわかる。すっげえ、またあの10番。170センチそこそこしかないのに。しかもあいつまだ2年だろ。行こう。人怪我とかしてどっかで休んでるんだよ。ね、行こう。ガツン。兄は高
コートになどいなかった。嘘だ。嘘じゃない。兄はコートになどいなかった。いや嘘だ。嘘ついていた。兄はコートになどいなかった。嘘じゃない。いや嘘だ。兄はコートになどいなかった。嘘ついていた。嘘じゃない。かっこ悪い。かっこ悪い。たかが部活。あの時のあれはアキテル君に言ったんじゃない。たかが部活のことなのに、部活を兄の全てであるかのように思って、結果兄に不要な嘘までつかせた。でも兄は信じていた。頑張ればいつかなれると。でもそれが何だって言うんだ。ズッキー、ツッキーは昔から何でもスマートにかっこよくこなして、俺いつも羨ましかった。だから最近のツッキーはかっこ悪いよ。ひなたはいつか小さな巨人になるかもしれない。だったらツッキーがひなたに勝てばいいじゃないか。ひなたよりもすごい選手だって実力で証明すればいいじゃないか。身長も頭脳もセンスも持ってるくせに、どうしてこっから先は無理って線引いちゃうんだよ。例えばすごく頑張ってカラスノで一番の選手になったとして、その後は万が一全国に行くことができたとして、その先は果てしなく上には上がいる。たとえそこそこの結果を残しても絶対に一番になんかなれない。どこかで負ける。それを分かってるのに、みんなどんな原動力で動いてんだ。そんなもんプライド以外に何がいるんだ。あの、ごめん。お前、かっこいいよ。でも納得はできない。ちょっと聞いてくる。え、あ、ちょっと日向。じゃあやるぞ。オッケー、お願いします。やろうぜ。さあ来い。はい、行くぞ。ケンマさん、ケンマさん、ケンマ、ケンマさん。リエフ、うるさい。はい、任せ。これ一つ、あげてください。疲れるからやだ。はい。じゃあ、
レシーブいいんで。やだ。はい、まあ、ファン。はい。お、珍しいな、カラスノの一年。聞きたいことがあるんですけど、いいですか。いいよ。すいません。ありがとうございます。お二人のチームはそこそこの強豪ですよね。まあね、全国へ出場はできたとしても優勝は難しいですよね。おいおいおい、不可能じゃねえだろ。まあまあ聞きましょうよ。家庭の話でしょ。僕は純粋に疑問なんですが、どうしてそんなに必死でやれるんですか。バレーはたかが部活で、将来履歴書に学生時代部活を頑張りましたって書けるくらいの価値じゃないんですか。メガネ君さ、月島です。3対3やんない。え、お、それいいな。よしやろう。いや、ちょっと質問に答えてください。あー、3対3、俺もやりたいです。おー、ちびちゃん一緒にやろうぜ。やります。はい、俺もやります。イエーフ、お前レシーブ練習を終わりました。よし、じゃあこっちは俺とちびちゃんに明かす。そっちはクローにリエフに。メガネ君、お、こっち月島です。メガネ君、メガネ君。はい、すいません、うちのキャプテンこういう人なんで。とにかく慣れてください。はい。じゃあやるぞ。ちょっと俺たくさん点取ります。俺が全部取る。全部は嫌だ。ジビちゃん。はい。じゃあ行くぞ。さあ来い。よし、あ、俺行きまーす。オッケー。ポッ、トス見てから飛べ。リードブロック。はい、ボクトさん。シャー、イエーイ、トライ。あ、拾われた。ブロックは極力横飛びすんな。間に合うときはちゃんと止まって上へ飛べ。はい、オライ。帰ってきた、チャンスボール。ひなた、トスを見てからちゃんと止まって上へ飛ぶ。くそー、ナイスブロック。ツッキー、ナイス。月島君、はい、ミッション1クリア。一応僕ら試合にあったら敵同士ですよね。どうしてそこまでアドバイスしてくれるんですか。僕が親切なのはいつものことです。その目やめろ。いいタイム。明かしてカバー。ボクトさん、囲い込め。ブロックの面積広げろ。はい、はい、すいません、少し低い。せーの、今のわざと。オッケー、ワイパー。はい、明かし、お願いします。きたー、へいへい、へい。今のわざとですか。ブロックに軽く当てたやつ。おう、リバウンドだ。おお、リバウンド、かっけー。あ、俺もやりたいです。ひなた、あんまり褒めるな、調子に乗る。ひなた、床に叩きつけるだけがスパイクじゃねえ。落ち着いていれば戦い方は見えてくる。はい。床に叩きつけるだけがスパイクじゃない。落ち着いていれば。3枚、まるで傘だ。戦い方は見えてくる。上に向かって打った。見事なブロックアウト。よく打った。感動した。ま、当たったのはまぐれですけど。おー、でもすげえじゃねえか。イエーイ、イエーイ、やった。意識しろ。指の先まで力を込めろ。指の先まで力を込める。絶対に吹っ飛ばされないようにだ。絶対に吹っ飛ばされないように。で、手は上じゃなく。手は上じゃなく前に出せ。前に出す。それが、それがキルブロック。うっ、キルシーマゴミ捨て場の決戦ってやつをさ、なんとか実現したいんだよね。それだけ。キルブロック。さあ、ブロックは大きく2つに分かれる。清水先輩、キルブロックとソフトブロック。ボクトさん、キルブロック、フェイント。
ボクトさん、今逃げましたね。逃げたんじゃねえ、避けたんだ。避けたんだ。へえ、また一人厄介なヒナガラスが殻を破り始めた。太陽バーサス月だ。うん。まあまあまあ、はい、ひなた、あさつ、お、明石、相棒と交代だ。はい、いいんすか。頼むぞ。ああ、行きすぎるなよ。はい、はい、速攻のチャンス。ファーストテンポコーチ、ボール落ちてくる。危ない。ナイスカバー、ひなた。おい、お前やるじゃねえか。おい、仲間、ひなた。おい、ジェイ。おい、今手抜いたな。手を抜く。ああ、俺がバレーで。もう一回言ってみろよ。今の、今の落ちてくるとしてなかった。そうでした。いや、まあ確かに言われてみると、いつもより少し放物線を描いていたような、描いていないような。文句言えよお前。おい、あー、まあ、待て、落ち着け。つまり影山は日向に何とかしてトスを打たせようとしたということか。合宿に入ってから日向は気持ちよく攻撃を決めていない。それはスパイカーにとって相当なストレスだ。あ、ってことは影山は無意識のうちに日向が調子を落とすことを危惧してたってわけですか。しかしそれを怒るかね。商用らしいよ。俺は今無意識に妥協したのか。やめんな影山。その時影山くんの眉間のシワがなくなりました。私には何か迷いがなくなったように見えました。日向、なんだよ。このトスはしばらくあげない。え、なんで。俺がミスってるっちゃお前の練習になんねえだろ。あ、お前、影山くんが日向を尊重した。お前が気使うのなんて怖え。でも落ちてくるトス打ちたい。早くあげてくれよ。練習するっつってんじゃろボケ。いいコンビだなあいつらな。日向や月島くんは影山くんのことを王様と呼ぶけれど、今日は日向にこそ王冠が見えたような気がしました。我最高のトスを所望す。テレテテテテレテテ。なんだこいつ。テレテテテテレテテ。熱心なのは結構なことだが、あされに響いちゃ意味ねえ。今日も上がれ。はい、お疲れ。お疲れ。トスを上げた先に誰もいねえっつうのは心底怖え。はい、はい、影山ここにいるぞ。テレッテテレッテテレッテ。ツッキー。はい、サンキュー。うん、先行ってるね。うん。メガネ君さ。月島ですって。さっきの質問に答える。お、はい。バレーボール楽しい？いや、特には。それはさ、下手くそだからじゃない？俺は3年で全国にも行ってるし、お前より上手い。断然上手い。それは分かってますよ。まあでもバレーが楽しいと思うようになったのは最近だ。ストレート打ちが試合で使い物になるようになってから。
もともと得意だったクロス落ちをブロックにガンガン止められてクソ悔しくてストレート練習しまくった。で次の大会で同じブロック相手に指一本触れさせずストレート打ち抜いたった。その一本で俺の時代来たくらいの気分だったね。ガハハハハ。その瞬間があるかないかだ。将来がどうとか次の試合が勝てるとかひとまずどうでもいい。目の前のやつをぶっ潰すことと自分の力が 120% 発揮された時の快感が全て。まあもしもその瞬間が来たらそれがお前がバレーにはまる瞬間だ。翔陽、バレエ好き？拝啓、お母さん様。東京は東北より暑いです。丸一週間の合宿いろいろありましたが、いよいよ今日が最終日です。みんなの日々の進化にマネージャーとして新米の私は驚くばかり。そうそう、昨日おかしな夢を見ました。部員のみんなで学芸会のようにハムレットを演じている夢で。せっかく書いた手紙だけど、ひとかちゃんの方が先に家に着くんじゃない？はっ頑張ってください。バイト。結局一生もできてませんね。うん、でもきっと進化する。お、はい、お、おーい、どうも。来た来た。どこに置いたらいい？下にお願いします。すごい量ですね。さすが島田マート。それより紹介したいやついいんだよ。ちょ誰ですか？ちょっと、月島の兄ちゃん。どうも。どうも。いろいろ事情聞いたら連れてくるのが早そうだなって。すいません、なんか突然この人がやってきて荷物運んでくれって言われて、それで。ああ何何何、でも弟には内緒で。ほら、姉ちゃん最終日だろ、応援に来たぞ。いや暇かよ。いやもっと暇そうな人いますけど。えおい、ただし今日はすごいぞ。この人にお願いしてうちの店から冷凍直送便で肉だ。今日はバーベキューだぞ。キュー！ワーイ！ありがとうございます。なんだ、お腹空いた。怖っ。やめろよ、みっともない。よーし、お前ら集合。よし、集合。はいはい、アニキ君、肉、アニキ君、肉ね。集合だぞ。西野や、いいか、お前らがやろうとしてる新しいこと一発でも気持ちよく決めてこい。はい。結局ペナルティー三昧の合宿だったが、最初の遠征から比べたらみんな何かしら変わってるはずだ、うん、最後は気持ちよく勝ってうまい肉食おうぜ。シェー花園高校対福岡大学園高校、練習試合開始。さあカラスノ、どう戦う？いけりゃー。ミラストじゃあレフトレフト4番ストレート攻めるぞ。少しでも隙があると抜かれる。おう、せーの、うん、ダメ。アウト。メガネ君
ヒリヒリ育って腹立つわ。月島です。どんまいどんまい。スーパースターローリングサンダー。よし、あそこだ。必殺技。おう、完璧なタイミング、完璧なトス、完璧なスパイクの体勢。誰もが強烈なスパイクが来ると思った時、何より自分が強烈な一発が打てると思った瞬間が好機。いけー、頭の上にかわせ。ひなたがフェイント。驚いたな、このチビちゃんが。翔陽は空中でよく見えてる。別に不思議じゃない。フェイントだと。北斗さんが教えたんじゃないですか。北斗、まあ反省してなくもない。ああお前も頭使ったのか。ああ熱でんぞ。ああ、お前にだけは言われたくねえ。はい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 、負けっぱなしのこの遠征、一セットだけでも取り返して帰るわ。もう一点もやんねえぜ。いや、一点もやらないのは無理だと思います。たまには乗ってきて。ひなたー、くそ、俺もやりたい。お前はレシーブ特訓が先だろ。おい、まあまあまあ、まあ、リエフ、合宿終わったら練習な。カイちゃん、うっす。甘いんだよ。お前はバレー頑張れ。シャブトレシーブが乱れても強気で速攻使ってきやがる。このセッターも相当やるな。落ち着こう。今うちの前衛は一番壁の高いこっちだ。一本止めてみせろ。おいによこせ。え、超インナー打ってくるんだ。ああ見たか、カーシー、俺の超インナースパイク。見ました、すごいですね。まぐれだけど。いや、まぐれかー。僕とうるせえな。すっげえなー、まぐれでも。ああ打ってみて。あの僕と君は不思議ですね。敵であろうと賞賛の拍手を送りたくなる選手というか。敵味方関係なく士気を高めてしまう選手かもな。負けてられないな。こっから攻めるぞ。いざーシェだろうが、新しい武器を磨くのみ。今だ。他方向から複数のスパイカーがほぼ同時に助走へ。
スとテンポのシンクロ攻撃。ブロックに的を絞らせる。全員がトスを自分に上げると信じて突っ込め。マジ気持ちいい。泣いてる。片言になってる。だって俺こんなに気持ちよく決まるの久しぶりなんだもん。イエーイ。どんどん。あ、タナコンキ。じゃあ影山、ナイスさ。あたす。オッケー。じゃああちこちから打ってきやがって。今のは読めないね。全員自分が打つって空気だった。ああ。カラスの校長だな。一週間前、あんなグズグズだったのに。はい、さあ。ダメなもんはダメって言わないとダメって言ってきた。ごめんなさい。落ち着け。一週間でこんな変わんのかよ。怖えな。点差は縮まらないけど、みんな心なしか調子がいいですね。ああ、これ以上調子に乗せねえよ。サマイツッキー、忘れるな。指の先まで力を込める。指の先まで力を込めろ。絶対に吹っ飛ばされないように。絶対に吹っ飛ばされないように。手は上じゃなく、手は上じゃなく前に出せ。キルブロック。うわー、チックショー。あっ、ちょっと、あっ、来た。ドシャット。ミッションコンプリート。田中さん、重いです。やべき。誰のおかげだろう。あ、俺のおかげ。いや違うだろ絶対。やるね。メガネくん。月島です。月島です。ナイスブロック。兄さん。兄さん。大丈夫ですか。あの、違います。なんでいんの。この人、この人が何か来ないかって。姉ちゃん、いろいろ話聞いたら盛り上がっちゃって。じゃあ肉運ぶついでにって。そうそう、ちょうど休みだったし、たまにはいいかなと思って。そうそう、お前のバレー見るの久しぶりだったし。早く続き。すいません。おい兄さん、月島君と同じ部活で日々小さな巨人を目指し頑張ってる日向た。ただいま、上司です。お名刺作りました。日向た。なんだよ、欲しいなら言えよ。2枚あげちゃうからもう。あ、3枚。お久しぶりです。おお、あ、君待てたんだ。はい、まだ下手くそなんですけど、でもやってます。山口。あ、すいません。はい。一気に点差縮めてこい。はい。あれ、俺の弟子なんです。山口君。大丈夫、この一月誰よりもサーブ練習してきたの。はい、私知ってます。この一本無回転で必ず決める。それがピンチサーバーの俺の行き道。ただしないさ。超えた。落ちろ落ちろ落ちろ。しかし乱した。かっこいい。任せ。はい、ほら、せーの、センター。ナイス、コロー。危ねえ危ねえ。
山口ナイスだ。ナイスだ。どんまい。スッキー。正しい。それでいい。それでいいんだ。失敗を恐れてそこで立ち止まったら進化はない。なあ、ケイシー。ああ、さあこっからだぞ。くらいついてけ。たとえチーム内であろうと、互いがライバルであるという緊張感は成長に不可欠だ。でもチーム内が無法地帯になっては元も子もない。そこを一本引き締めてみせたな、うちのエース。大丈夫、俺のサーブで突き放す。ボクトさん、冷静にですよ。冷静だ。おい、いかん、悪くなってきた。おい、落ち着け。おい、おい、うわー、うわー、うわー、すまん、すまん。どうどう、一回落ち着けな。よっしゃー、いいか田中。はい、サーブで決戦するぞ。はい、いくぜ。はい、やばいやばいやばい。一方で切ってやる。少し熱くなりすぎてるボクトさんにトスを上げた場合、 A 普通に決まる、問題なし。 B ミスる、ブロックされる、いつもより割り増しでテンション下がる。 C トスを上げない、いじける恐れあり。 C が一番めんどくさいな。来るぞ。先輩、ボクトさん、ブロックさん前。来た、はあ、やったこの1週間でカラスノがフクロウダニをリードしたの初じゃない。今のはブロックですかね。ブロック、うん、うん、今のはネットを越えなかったみたいな。スパイクミスだね。あ、もしかして、あ、早くに、もうか、早いな。赤足、あー、来た。今日はもう俺にあげんな。出た、僕としょぼくれモード。わかりました。え、じゃあ上げない間に落ち着いてくださいね。なんかよくわかんないけど向こうのエースが不調っぽい。たたみかけるぞ。よーし、4番を抑えられれば勝機が見える。いける、いけるぞ。全然崩れませんね、フクロウダニ。おお、フクロウダニ逆転した。ボクトの不調なんてのはレッコなんだよ。まったく油断しやがって。ちょっとしたことで数が上がったり下がったりするからな。しょうがねえな、もう世話が焼けますよ。オッケー、はい。フクロダニは僕とが引っ張るチームというより他のメンバー全員で僕とを引っ張るチームって感じだな。ガジャー、この一年坊主うまいね。ここで2アタック使ってくるとはね。影山くんいいですね。ああ、今日の影山はなんつうか落ち着いてるっつうか穏やかだよな。嵐の前の静けさみたいな。朝食ったもんが腹からなくなった感じがする。でもまだ腹はすかない。
いつもより体が動くし、周りの動きもよく見える。自分の調子のいいことが自分でわかる。他の人もそうだ。日向の調子もいい。無駄な動きもミスも少ない。今なら新しい速攻が使えるかもしれない。でも俺うまい。野谷さんナイスレシーブ。綺麗にセッターに帰った。あれ日向、今見すればチームのいい空気を崩すかもしれない。新しい速攻はもっと成功率を上げてから。やんねえな。ボール来る。そんで止まる。でも今いけるって感じしたろ。したろ。やった。やった。すげえぞ稲田影山。あの変な速攻復活か。違います。今のは初期にやってたあの速攻とは別物ですよ。くそ、またあいつに引っ張られた。あ、なんだよ。いやんよかこれ。あ、でもすげえな。すげえ。ボール目の前で止まったぞ。あ、こうシュルンセ。いや、今回は絶対いけるって感じしたけど、いざ目の前で止まるとはビビるな。やっぱお前すげえな。なんだボケ、バーケ、バーケ。影山が何とも形容しがたい顔してるな。お前表情筋どうした。日向が影山をストレートに褒めるなんてあんまないもんな。確かに。さあもう一本。くっそ羨ましいな。おい、俺にも決めさせろ。い、負けてらんねえ。俺も続くぜ。やばらおめでとう。あらへへへへ、飲まれるんじゃねえぞお前ら。うちがどういうチームか分かった頃、つまり僕とから意識がそれる頃、そして僕とは打ちたくてそわそわしだすから、おいしいところをくれてやる。だからさっさと復活しろ。よし、お願いします。任せろ。ゲッエース。かっこいいね。やっぱ最後はエースですな。よっ、意味づけやった。やっぱ俺最強。ヘイ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 、行きましょう。エースの脆さが他のメンバーの力を引き出し、同時に簡単には崩れない根っこの強さになっている。ああいう強さもあるのか。ああ、あれが大エースよ。ヘイ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 、だからエースは俺だって言ってたのに。おい、危ねえか、離れろ。おい、許す。翔陽はいつも新しいね。もしチビちゃんがうちにいたら、お前ももうちょっとやる気出すのかね。翔陽と一緒のチームは無理。なんで。だって常に新しくなっていかなくちゃ翔陽にはついていけなくなる。
俺がどんなに上手にサボっても多分翔陽にはバレる。あの天才1年セッターでさえ一瞬立ち止まっただけで見抜かれた。そんなの疲れるじゃん。見た見た、月島くん。月島です。え、あ、その通りでございます、はい、いや終わってみれば見事な負けっぷりなわけだが一つだけはっきりしてる、はい、お前たちの攻撃は全国に通じる。君たちはサーブもコンビネーションも他のチームにはかなわない。後から始めたんだから当然ですね。でもやめてはいけません。自分の力はこれくらいと思ってはいけません。色は混ぜると濁って汚くなっていきますよね。でも混ざりきった最後はどの色にも負けない黒です。カラスらしく黒のチームになってください。でもその前にまずは合宿最後のペナルティーです。坂道の衆頑張るぞ。よし、いいかお前ら、終わったら肉だぞ。よーい、ドーン。バーベキューで浮かれついでにキヨコさんに近づけるからを消してやるつだ。そんな無理だよ。勝利は俺が先だ。ヤックン違うか。違うな。ごめん。いいよ別に謝んなくて。お兄さん、ラムスでも飲むぜ。実はラムスではない、俺は未成年だから。そうだな。お前なんか顔つき変わったな。合宿きつかった。普通きつかったって顔してんぞ。兄ちゃん、今でもバレーやってるんでしょ。おう、チーム入ってるよ。大会とかあるの？おう、出るよ。高校であんなだったのになんでまだやってるのって。それはな、高校であんなだったからだよ。今思い出してもクソ悔しいし、いい経験したって消化もできない。お前にみともないとこ見せたしな。何もやってないんだ高校で。俺はバレエの気持ちいいとこ全然やれてない。でももう知ってる、バレエが面白いってこともスパイク決める気持ちよさも完成の誇らしさも、その瞬間があるかないかな。その瞬間があるかないかだ。シャトーブリアン2個で1万。気が済むまで本気でやれる場所にいたい。そうそうか。おい月島、お前もっと肉を食え。肉を。そらもっと食え。西野屋さん、岩大きいんですね。あんなか生意気だ。おお、あれ、
スタートの一杯はうまいね。ふはー。あの、いろいろありがとうございました。ねえ、春子を連れてったよ。え、あんたらでしょ、あのポスター作ったの。あの飛んでるやつ。この子です。はい。あれ見て、私も思い出したの。カラスノが一度だけ言った春子を、私も応援に行ってたってこと。みんなもっかいあそこへ行きたいんだ。私もあのおじさんたちも。必ず連れて行きます。約束な。はい。私との約束破ったらただじゃおかないよ。はい。おい、力、ビール買ってこい。どんどんプレッシャーだね。はい。でもそれが楽しいよね。シャチ、キヨコさん、え、愛してます。え、おい、うわ、戻ろう。はい。後悔をしない試合なんて一つもない。それでも後悔をしない試合をしてほしいと思うし、そうであるよ。俺たちも力を尽くそうぜ。なんか頼もしくなりましたね、鵜飼君。お前も少しは進化したのか。やかましいわ。おい、俺もやる。おい、それ俺んだ。あ、先に取ったもん勝ちだろうが。なんで俺が先行花火なんだよ。影山君にはお似合いですよ。てめえ、あ、なんでだよ。俺の方が派手だろうが。派手ってなんだ。おい、俺見ろ。クロウが俺がどうしても全国で三本の指に入らないって言うんだ。え、三本の指。東北の牛若。お、牛若。九州の桐生。関東の佐久間。これが今年の三大エースだ。三大エース。俺は五本の指には入る。じゃあ四番目は俺ですね。なんでだよ。すげえな、まだまだ上がいるんだ。そうだよ。あ、じゃあ全部倒したら日本一ですか。そういうことになるな。お、負けませんよ。こちらこそ負けませんよ。俺だって聞いたか、影山。ああ、なあ影山。ああ、新しい速攻、これで戦える。読まれたり追いつかれたりしても戦える。俺の年次第だろ。それはお前が何とかする。勝手に決めんな。自分が弱えっつうのは嫌だけどさ、自分より上がたくさんいるっつうのは超ワクワクすんだ。2チームでボールを打ち合う。ボールを落としてはいけない。持ってもいけない。サードのボレーで攻撃へとつなぐ。上を投げる。球技である。拝啓、お母さん様、もうすぐ帰ります。手紙では私の方が先についてしまうと清水先輩に指摘されたのでメールにしました。話したいことが山ほどあります。とりあえずこの合宿のマネージャーノートのタイトルはこれでいこうと思います。進化の夏。